とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しく出てきたユニーク装備、使ってみたいと思います。恒例、軽快な亀の防具、だね。ダウンロードコンテンツが来る前に画像が発表されたけども、それの中央のやつが装備してたやつだよね。うん。頭が亀の形をしてて、すごくシュールだけども、可愛いなーって思ってたやつ。ついにゲットです。スキルがこんな風になってます。35% ダメージ軽減。そして、25% の回復ブースト。これ初めてだね。回復ブーストは初めてついたスキルです。そして、ヒット後のブースト速度、ラッシュだね。攻撃を受けた時に1秒間移動速度がアップするっていうやつ。ちょっと微妙なやつだと思うんだけどね。まあ、攻撃には全く振ってなくて、防御に全振りしてあるような装備です。まあ、どうしようかな、エンチャントは。真ん中はね、クールダウンだろうね。やっぱクールダウンは何かと便利。で、ここはサプライズギフトとマルチロールだったら、もうマルチロール一択でいいでしょう。で、ここだね。激光でね、攻撃速度を上げていくっていうのもいいかもしんないけども、まあ、防御全振りのやつだから、しかも回復ブーストついてるからね。HP が半分以下になることって、まあないと思うので、ビーストボス。で、いきます。うん。この突剣が、蜂を召喚するんで、そのための、ビーストボスということで、いきましょう。まあ、とりあえず、古代狩りでも、やってみましょうか。嘘でしょ。出た瞬間やられた。出た瞬間、敵に集中攻撃されてやられたね。いや、いかん。これね、あれだね、輝きがないと、厳しいかもしんない。うん。回復ブーストを活かしきれてないんじゃない？回復ブーストって多分、輝きとか、吸血？あと、回復アイテムとか、そういうのの回復量を上げるやつでしょ。ちょっとね、向いてないな。これ、輝きがついてないと、いかんわ。ということで、輝き武器。なんかないかな。あ、ホークブランドとかいいんじゃない？うん。ホークブランドでちょっと、行ってみましょう。あ、ちょっと待って。あのね、戦ってみた感じで分かった。これは、あんまり強くない装備です。まあまあ、スキルがね、弱いっていうのもあるんだろうけど。おい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 、全然じゃないか。全然だ。ほら。全然でしょ？なので、ちょっとね、ソウルを入手していかないと、あいつには勝てないわ。スイッチを押して、すぐ上に。ゴー！危ねえ！死んだと思ったー！よし。ユニークゲットです。まあ、このままちょっと、続けていってみようか。やっぱ回復ブーストっていうぐらいだから、相当ね、いいのかなと思ったのよ。回復力が上がって。いやーそんなことない。むしろ、HP6% 回復の方が、断然優秀だわ。間違いなくあっちが優秀。これね、なんだろうね。これ 35% 軽減も、ついてるはずなんだけど、大して強くない。ウィザーのアーマーを装備したときは、うわ、全然違うわって思ったぐらい強かったのよ。でも、これはね、なんだろうね、全然だわ。HP は180万の、普通にあるよね。またここか。まあ、ダイナモは溜まってるし、大丈夫でしょう。あの、装備ね、もう締め具にした。締め具の方が、なんか無難だったからさ。
いやでもこれダイナモンなしじゃ無理じゃないの。絶対無理でしょ、こんなん勝てないもん。あ、ここならいける。いや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 、普通にやったら絶対無理だこれ。間違いなく回復式。あ、危ねえ危ねえ危ねえ。あと一匹おるんか。まあ、とりあえず倒そう。もう普通じゃ無理もうこの防具じゃちょっと難しいわ。あ、終わりか。クリアですね。いやもうこの装備は難しいわ。もう使わないかな。報酬が楽しみだね。今回旗取ったのよ。古代狩りでね、あいつが出てきたんで、あれ報酬ないの。あ、なら旗取らない方がいいじゃん。脅威が増すだけだからね。そうかそうか。はい、まあとりあえず今日はこれ、軽快な亀の防具使ってみました。見た目は可愛い、最高に可愛らしいんだけども微妙だね。まず HP 吸収がついてないと、現環境ではちょっと厳しいと、ラッシュ、ヒット後のブースト速度、これもね、あるのもないのもあんまり変わらない気がすると、 25% の回復ブースト、これもね、なんか全然実感できなかったということで、この装備俺いりません。微妙です。今までのスパイダー、そしてウィザーを使っていこうと思います。これはちょっと微妙だったな。はい、ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。